高松刑務所は法務省強制局の高松強制管区に属する刑務所。主として、香川県及び高松強制管区内の26歳以上、刑期8年以下の男性受刑者専用施設である。所長の下に四部を持つ四部制である。高松刑務所の所在地は明治時代から変わっておらず、刑務所が立地する松福町付近は戦後急速に、 市街地化し、結果全国の刑務所でも、中心市街地に立地する軽由な刑務所となっている。設備として、職員宿舎が整備されている。ただし、刑務所職員の職員宿舎は、国家公務員宿舎法施行令において、下記のように規定されている、無料宿舎ではなく、財務省が所管管理する。 各省庁合同宿舎であるため、宿舎に居住する刑務所職員は国家公務員宿舎法施行令の規定に沿った家賃が徴収されている。国家公務員宿舎法施行令第9条法第12条第1項に規定する、政令で定めるものは次に掲げるものとして、各省各庁の庁が財務大臣に協議して指定するものとする。 一時に掲げる干署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴えつつ、通常の勤務時間外において、国民の生命または財産を保護するための、非常勤務に従事するために、当該干所の構内またはこれに近接する場所に、居住する必要がある。廃省略路刑務所、少年刑務所、高知所、少年院、少年鑑別所派、え、省略。 刑務所で教会主務める冒句トイレで女性盗撮読売新聞2013年4月10日。ありがとうございます。